ぞ。試合が入る試合に入ったようです。うん、もうそんなことはせんようにして、ほんまにそうなって。
ほんま力がないなった。手によになった。よしよしよ。もう大丈夫。ゆっくり。最初引きました。びっくりした。今使ってるのが632ですね。新しいヤラドの。冷え汗が出る。うん、来た来た。ああ。ああ、広まったと思ってびっくりした。ちょっと待って、そっち行くね。嬉しい。よくぶり。おお、パンパン。でっかい。ふう。パンパン。もうバレんよ。多分。バッツン残りが強い。強いですね。2番。先はだいぶ柔らかい。曲がりはこんな感じですね。いなしながらって感じですね。いいサイズ。いいサイズ。イワシ入った。ベースも結構大きいね。大きいですね。さあ、抜ける抜ける、大丈夫？ギャラの632ですね。ジグは、180g。 ラインが今回35入れてます。水深が70ちょっとぐらいですね。あんまり塩は出ないですけど、まあ、釣れました。よかったです。ありがとうございます。よし。ちょっとだけどね。
左の手首を振ってくる。一気にさっきからなんかダブルヒット多いしね。仲いいですね。同じあれば隠れよってちょうど同じ相場でこれちょっと細いから1.55ですか。ダブルでやっちゃった。あの隣の人が来ると私もこの時には絶対自分は当たらない。違う。アミがいるそうです。ベイトに変えてやってみました。ギャラード622ベイトですね。ラインがちょっと細めの 1.5 ですけど、扱っております。回収です。はい、今水深40メーターぐらいで、まあちょっと上で食わせることができて、なんとか取れました。ジグは、これが110グラムですね。上がりですね。はい、やりました。ありがとうございます。